ひろしばい。くー！たったかめ。今日はかなり多いリクエストで、引き抜き工具、ブーラー、いろいろあるんですけど、ベアリング抜くときにどれが必要ですか？これらを自分なりにではありますけど、実体験をもとにまとめてみました。そのお話です。せっかくですので、よく使う順に点数つけてみたいと思います。すると、どれは絶対持っとけばいいっていうのがわかると思います。まずこちら、外掛けのプーラ。外掛け式なので、ベアリングっていうのは中に基本的に埋め込まれてますので、絶対か、絶対ですね。ですので、出番はありません。ただし、ケース、ベアリング、シャフトを抜いた時に、シャフト側につく時あるんですよね。そういう時には有効です。ですので、ベアリング抜き工具というよりは、シャフト抜き工具です。完全にバラせる技術がある人は、そこまで使用頻度は高くはないです。でも、シャフト側についたベアリングって、ベアリングを両サイドで支えて、ハンマーでコンって軽くしたら抜けるんですよね。なので絶対に必要ではないです。ベアリングにおいてはですね。他に車とかめちゃくちゃ硬いハブ抜くときとか、そういうときには有効です。使用頻度の点数としては10点満点と仮にしたら1点か2点しかないです。車の整備するときはもうちょっと増えます。決まった定格サイズのものに爪を引っ掛けてシャフトなど、または固着したハブなど引っこ抜くとき有効です。次がケースプーラー。これはクランク割りでトランスミッション、ファイナルリダクション、そして腰下エンジンする人はもう必須です。でもそういう難しいのはしませんっていう人は出番ないです。綺麗にクランクを割ると、そういう引き抜き工具、プーラーです。厳密にはネジ式のセパレーターですけど、一応引き抜き工具という意味で大枠でプーラーに入れてみました。使用頻度は私は4か5ぐらいありますね。一般整備しかしない人は0に近いと思います。そして次がパイロットベアリングプーラー。これ一つあれば大丈夫です。ただしこれってサイズが決まってまして、ここが広がる間のサイズのベアリングしか無理なので、ちょっと大型バイクとか特に車に関しては2サイズぐらい持ってないといけないんですよね。ちなみにビジネスバイクとか小型スクーターとか小型バイクとか、そういうのに関してはこれ1個あれば全て事足ります。使用頻度の点数は10点中10です。なのでこれは絶対買った方がいいです。絶対です。でこれのアダプターに注目してみてください。これがまさに工事とかで使うアンカーボルトにそっくりなんですよね。なのでこれがあると抜けると。ただし引き抜きはできないけど、こういう風に貫通してるものであればアダプターつけて貫通してますので後ろから押せるんですよね。そして次がこれ、スライドハンマー式のプーラー。よく純正マニュアル書とかで出てくるのがこれです。なのでこれを持っとったら便利っていう部分は確かにあるんですけど、これも車ではよく使いますけど、小型バイクにおいては出番ないです。私はもう全てこっちでします。間違えて変な引き方してクランクが割れることもないんですよね。こっちの方が唯一メリットがありまして、車体につけたまま横向きとかで作業ができるっていうメリットはあります。でも基本的に腰下割ったりトランスミッションケース割ったりするときは綺麗にエンジン下ろしたりして作業した方がいいですので、そうなると出番がないんですよね。あとシンプルに引く打撃なので疲れます。なので私は持ってはいますけど、使用頻度はとても少なくて動画でもほぼ出てないと思います。全部こっちでしてますので。ちなみにこっちは対象物が貫通してようがしてまいが全て対応できます。もちろんこっちも対応できます。これとこれに関してはまあ好みの問題かなっていうのもあるんですけど、なんで私が2つ持ってるかっていうと、アダプターがでかいからと車しますので、当然車は横向き作業多いですので、そういう時はスライドハンマー便利です。まあ外掛けとかですね、先ほど言った小型バイクではほぼ使わないと。そして最後にインストーラー。これはもう絶対必須です。点数としては10点中10点、絶対に使います。単純にベアリングを抜いて、次新しいのをこれで打ち込んで入れると、またはプレス機で押して押し込むと、圧入ですね、するときに使います。もちろん引き抜いたベアリングをあてがってそこをハンマーで叩いてもいいんですけど、奥行きがある場合は絶対にある程度精度の高いこういう棒がいりますので、これに関しては絶対ですね。なのでベアリングの引き抜き工具と圧入工具、この2個があれば小型バイクであれば全て賄えると思って大丈夫です。マジです。これはあくまで私の実経験からのお話ですので、参考程度に留めておいてください。ということで今回は役割も異なるので全て揃えたらいいじゃんに越したことはありませんが、そういうことではなくて、ご質問よりの応答で個人的にではありますけど、引き抜き工具系統での使用頻度から軽い使い方のお話をしてみました。というのも似たようなのがありすぎて、そして使う場面がわからなくて、皆さんどれを買えばいいのかわからないというお声が多かったですので、ちょっとこの動画を撮っておきました。いつも通り概要欄本編詳細記事にてまとめておきます。ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。
その他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。